眼鏡アクセサリリー、リコーコドでございます今ですね、ちょっとあのー、まあ、休憩時間中かちょっとくつろいだ時間でございまして、あのー、今コーヒー飲みながら、北海道百名山というあの本を今読んでおります。まあ、そのことをちょっと、あのー、お話ししたいと思います。北海道百名山ってこういう、あの北海道新聞社で出しているこういう本なんですね。まあ 近いところではね、あのー、この室蘭岳。まあ、別名、和紙別岳とも言うんですが、あのー、非常にですね、ちょっと1000メートルないぐらいの山ね、900ちょい,ちょいぐらいの山ですね。まあ、大体1時間ちょっとで登れるような、そういう山でございまして。まあ、私も何十回もね、登ってますけど、非常に、あのー、身近に行ける山っていうことで。あとは妖艇山ね。室蘭、ちょっと遠いですけどね。室蘭からは、まあ、見えます天気上にね。こういうね、今まだ雪がこう見えますね。それと、 あとはですね、樽前山。偽古場ね、いろいろありますけどね、樽前山というのもあの非常に、こうですね、苫小牧の方ですね、非常にこういう、あの変わった、変わった形でしてるんで、すよ上も半分、こう、なんていうんですかね、ドームになって、そういう山でございまして。 こ何回も私言ってますんで。まあ、いずれにしましてもね、山行きたいなーっていうその思いだけなんですが、なんとかね、行けるようにまた、あのー、頑張っていきたいと思いますので、どうかよろしくお願い申し上げます。